セブンアイホールディングス傘下のスーパー伊東洋華堂は、昨日食料品の一部を最大25%、平均でおよそ1割値下げすると発表しました。対象は飲料やカップ麺など購入頻度の高い71品目で、500グラム入りの小麦粉は235円から215円になります。伊東洋華堂は去年、 同じくセブンアイ・ホールディングス傘下のスーパー、ヨークと合併していて物流の効率化などを進めた結果、値下げが実現できたということです。